今日は入所と通所と同じ内容をするんですけども、瀬野早苗さんが、認知症介護実践者研修の実施実習4週間とやってて、でその中で、まあ、こちらがある程度こう組んで標準プログラムの中で、事務担当利用者と 2,3 分コミュニケーションを取る場面を動画で撮影してそれを振り返りましょうということをやります。で研修ではできないんで朝礼でやってしまおうと思ってます。で動画で撮って振り返った時にいろいろと、まあ、学ぶべきところがあるんですけども、今回は木口さんでこれから動画上映しますけども最初に、勉強面接目的といいますかね勉強したいんで ご協力お願いします。生年月日の話になって兄弟の話になってから車の運転というのが出てきました。車の運転何か楽しみはありませんか、それからまあお話が楽しいとかいろいろ話題が出てきます。で、認知症介護の B コースで、ここで3回やりました。他の施設からやってくる、職員がここの担当を決めて、2日目に1日目の夕方でやって2日目に、その利用者とその場面を撮るという、で振り返るときにどうしてもこの身振り手振りとかですね声があまり入らないので、いわゆる非言語、相手との距離の取り方とか非言語に注目してやってきたんですけども、ここの施設で働いてて日常的に接しててでその人と改めてじゃあ話をしましょうと、ゆっくり寄り添って話をしましょうといったときに一番多分大事なのがこの話題の持っていき方とかそういうことになってくると思うしもう一つはどの場面でどのやるかというね場面の選択とかいうことが大事になってきます。で話題の持っていき方の中で新しい発見があると、車の運転というのはよく知ってたんですけどももう少し深くその人らしさといいますかねその人の生きてきた生活の中での核心部分に、少し、届くということが出てきております。でそれをじゃあどういうふうにこの人の今ここでのケアに生かしていくかということはこれからの課題なんですけどもとりあえずコミュニケーションで時々石井君が入れたコメントがこう出てきますのでそれは主にこう非言語のプロクセミックスとかね位置取りの仕方とか、そういうことに関連する。でちょっと3分間上映いたしますね。よいしょ。妹さんと二人兄弟、うん、そうそう二人、うん、それから
つらい馬の方は、うん、おばさんだよな。おばさんがいらっしゃる、うん、そうなんですか。しょっちゅう会ってますか。うん、まあな、会ってくれます。うん、私でもこの間まで人だけどな、辞、うん、めたんでしょ。うん、もう危ねえからな、うん、みんなやめやめ言うから、うん、何をやめたんですか。自動車乗るの。ああ、自動車乗らなかったんですか。うん、うん、でもう昔はね、うん、玉島の方へでもな、うん、通勤したいのは、うん、けどもうこの裏、うん、家の方からな、うん、私はあの家の近くにさあずさかになったね、うん、けどな、うん、危ないからな、うん、皆さんに迷惑をかけるからそう、何もできんようになって、うん、ね、ここおばあなんてな、そうなんですか。おばあじゃありませんよ。おばあですけどな、うん、でまあ、うん、皆さんのな、うん、お話を聞き、俺はな、うん、楽しいですよ。うん、そうですね。私らもここがパワーが出るな、けど、まあ、そういう話を聞きやな、うんうん、楽しみです。話をするのが楽しみですか。話をするのが楽しみですか。うん、他には何かありますか。もう他に言うて、もう自動車もやめてからな。やめたからね。飲みたいんやけどな。だけ今まで車に乗りおられたけど、今度はここで何か楽しみを一緒に探しませんか。もう足も悪いしな。うん、そこも、ね、大学パーに行くんで、うん、そんなことはないですよ。いやだからな、まあ、皆さんに迷惑をかけんようにな、うん、私も一人暮らしだからな、うんうん、はい、ということで、まあ、非言語のもので最初位置取りを変えましたよね。で、難聴の人はいるんですけども、難聴でもどっちかの耳の方がより聞こえやすいというのがあって、大体皆さん共有されてるけども、新しい人は知らないかもしれないけど、右の方が聞こえやすいと。で、ただああいうこういうやり方では多分長く持たないわけで、その辺は工夫しないといけないというようなこととか、まあ、兄弟と自分の娘とかなんか混同してるけども、自分にとって会いたい人とか大切な人というのがいると。でところが、なかなか初期情報では、自分からした、息子や娘は、把握できてるんですけども、あの世代、大正から昭和初期にかけての世代、相当産めや増やせやでですね、兄弟多いです。でその中で、生き残ってる方で、もう一度会いたいとかね、兄弟の情報みたいなことがなかなか初期情報で不足しているということが、まあ、ちょっと頭に浮かびますね。で、まあ、車の運転とかねいうことが出てくるんですけども、まあ、こういうふうに D コースの中でやってる、まあ、非言語だけじゃなくて、この話題の持って生き方、話題の持って生き方、内容みたいなところをですね、もう少しここで研修としてコミュニケーション、さあ今日一日、この人と一緒にコミュニケーションを取ってください、この場面でといった時に、考えないといけないなというふうに思いました。入所では石井君がちょっとコメントを含めてお話をする予定になっております。以上です。最初に椅子に座ってたんですけど、こちらに、なんかちょっと耳が聞こえたので、こちらに置かれたそうです。で、こうやって距離の確認を。勉強私します。今、距離の確認機能が出たんですけど、この辺でいいかっていう距離の確認を、ご本人さんが、木口さんに、行っています。このおかげで、
ここで初めてちょっと右手に触られてるんですけど、ご本人さん別に、まあ、そこに集中することもなく、大体ね、あんまり関係ができてない方っていうのは、ちょっと手を払いのけたりっていう、なんかそういうふうなこともされるんですけど、まあ、この木口さんに関しては、されなかったというふうに感じてます。木口さんは何年生まれですか？大正15年何月だ。これバックトラッキングっていうのも、これも言語コミュニケーションの技法であるんですけど、オウム返し、木口さんが、行ったこと、言われたことに対して、まあ、大正15年と、まあ、同じことを何回も言い合う、復唱するというふうな技法です。これは言語コミュニケーションにおいてちょっと重要なことになります。今非言語コミュニケーションというのが手で行われたんですけど、上下上下っていうこと、言葉でも上下っていうことを言ってるんですけど、これは協調のコミュニケーションという非言語コミュニケーションといって、まあ、それを言葉を補うということも、そういうふうな、意味もあります。しゃがみと、ね、目線を合わされてるんですけど、まあ、ちょっと後でも言うんですけど、ずっとしゃがみ込んで、まあ、膝を地面につけるっていうふうなことも、まあ、いいとは思うんですけど、まあ、長い会話をしようと思えば、まあ、椅子を持ってきてどっぷり座られるっていうことの方が、まあ、多分重要じゃなかったかと、思います。まあ、普通にこういうふうになんかこうしゃがみ込んで話をすると、もう多分数分しか持たないと思うので、この辺はまあちょっと、コミュニケーションの中で、どっぷり座るというのは重要なことかなと思います。木口さんのご兄弟ですか？あ、兄弟です。9年のおるのは妹さんです。妹さんと2人兄弟。そうそう、2人。妻の方はお姉さんで、妻の方はお姉さんで。この辺から兄弟の話になっていきます。で、深い内容へ行くんですが、まあ、ここでもあるんですけど、まあ、いろんな話が飛び交ってるっていうのは、まあ、深い内容へ引き込むんですけど、もっと深い内容へ引き込むことができたはずなので、まあ、その兄弟の話から、まあ、ずっと兄弟の話でずっとつなぐということも、ご本人さんの、そのずっと過去に隠された内面、その兄弟に対しての内面も、引き出せたのではないかと思います。相手の、会話に対してもうなずく、うなずくということは、相手に対して関心、話に対して関心を示しているということなので、木口さんが話したことに関してはもうしっかりうなずいてあげるということが、ここでは行われています。そうなんです。まあ、じゃありませんよ。
で今 の, あの頭を撫でる仕草なんですが、ちょっとあの多分戸惑いがあるのかなとは思ったんですけど、もうちょっとゆっくり、せっかく撫でてあげるんであれば、多分まあこういうふうにまあさささっていう触ってあげるよりは、もうゆっくりあの撫でてあげた方がお兄さんは多分あの心地はいいと思うんです。木口さんって結構早口で喋られる、ね、結構喋られる方なんですけど、あのこの辺はね、あの早苗さんが、まあ、意識的に行われたのかどうかわからないんですけど、あのゆっくりめに話をされてる。で木口さんがいつの間にかゆっくり話をするようになってきて、これまあ、あの、うん、意識的にされたのかどうかわからないんですけど、木口さんがあのいつの間にかもう話を合わせてる、あの話のペースを。これも言語コミュニケーションの技法ではあるんです。の中では非言語じゃなくて言語の方であるんですけど、話の、話す相手のペースに合わせる。話すペース。早く喋る方には早く喋った方がいい。ゆっくり喋る方にはゆっくり喋った方がいい。っていうのも、言語コミュニケーションの技法なんですけど、それを行うことによって、非言語のことも、入ってきます。要するにこの人はちょっと早口で喋る、自分も早口だからちょっと歯を合わせ、ゆっくりなペースの人と話をするとゆっくり、自分がゆっくりなペースで話をするんであれば、まあ、その話をする相手に、まあ、すごいなんか話しやすい相手というふうになってきます。そう、はい、終わりです。自分でも見たろ、どうでした、自分で見て良かったところと、あ、今度は改善した方がいい、改善しようと思うところは、会話の、会話をちょっと一つのテーマに対して広げていったらいいかな。あ、深くね、あ、兄弟の話が出たらもうちょっと兄弟のことを聞くとか、うん、車だったら車、もうちょっとよく、いろんなことが聞けたかなと思いました。はいはいはい、で耳が難聴いうことは分かってたんですけど、思いのほかこの距離をこう縮めていたんですけど、ほとんどなんか近くに行かないと聞けないような、返事はするけど、生返事をしてるというか、ふんふんとかいうような返事をしていたなと感じました。はいはいはい、今度は聞こえる本人で近くで言おうかなと思いました。ありがとうございました。